はいどうもたです。今回ですね、皆さん中学生時代の僕の話はよく聞くと思うんですけど、高校時代の話、同じ高校にメンバー誰一人いなかったんで、僕の高校がチンパンジーだったことくらいしか知らないと思うんですけど、どんくらいチンパンジーな高校だったのかっていうのと、高校時代の太田はどんな感じだったのかというのを、ね、伝える動画を撮ろうと思ったんですけど、僕が言っても信憑性ないんで、久々に高校の同級生に動画出てくれんって連絡したら、あ、ええよって感じで連絡返ってきたんで、高校の同級生とエーペックスしながら喋る動画を撮っていこうと思います。まあ、僕自身も久々喋るんで、ちょっと緊張しておりますが、温かい目で見守ってください。ということで、久々に高校の同級生と連絡が取れることができました。お願いします。お願いします。こいつはクラスに一人おるスクールカーストトップのギャルです。その自覚はありましたよね。君臨してたやん。いや、してる。いや、格好を仕切ってたで、お前。なんだけど、なぜかオタクにも優しいやつ。最初から説明するか。高校1年生の時から同じで、1年と3年が同じクラスで、小池が最初こっちに引っ越してきたんだけど、その引っ越す前の小学校の小池の友達をね、小池のお別れの手紙。別に書くことないけど、バイバイみたいな。小池が引っ越す時にそういうクソみたいな手紙を送るようなやつです。他に呼ばんくてよかった、もう一人。呼ばんよ。あと一人おったらどうなる？どうもならんの。高校のやつら全員、もう今頃死んどろ。だって俺たちの高校ってガチでチンパンジーしかおらんかったやん。確かに。卒業したら風俗しようか海に沈められたやつしかおらんろうもん。うちさ、高校の時の友達さ、大体そっちの仕事行っとるけんさ。いや、そうそう。まともな職に就けない高校なんよ。いや、けん、そのさ、高校卒業したらさ、そこになんか勧められるあれでもあるんかなと思った。進路相談室に風俗専門家あったけん、なんなら。マジでそれ。いや、お前よくなんなかったね。俺もう 100発100中で。いや、でもお前もあれか。同じか。風俗じゃないけど飲み屋みたいなしとったろ、もう。あ、そうそう、しとった。いや、お前も進路相談室行っとったろ。しかもさ、高校卒業してのさ、就職先がパチ屋っていう。お前さ、そういうやつしかおらんよな。大して変わらん。それかクソみたいな底辺大学行くかよ。そうそう。てかさ、うちの弟がさ、山田ハウスに寄ったんよ。だけど、そんなみんなってちゃんと言った。お前、ふざけんな、スパチャしろって言えよ。ガチで止めた。心配になったわ。中学校ちゃうやん。高校から知り合ったわけなんだけど、第一印象どうやった？第一印象やばいやつやったやろ最初から。お前何やそれ。第一印象クソ陰キャ。正解です。ガチで。でもそんなんしかおらんくなかった。それが9割占めとったよ。そうやね。それの筆頭にってやつやね。俺リーダーな。リーダーやったやろ。あれは筆箱盗んだ。あれは犯人俺。隣のクラスの女子の筆箱盗んだやつ。体育の時間間違って紛れ込んどったんやって。あれでさ、授業中にさ、なんとかちゃんの筆箱盗んだやつ誰やみたいな感じで乗り込んでくるのもやばいよな。確かにやばい。盗んだやつも一番やばいけど。いや、それ俺盗んだやつ俺。しかもさ、それ知らんかったけんね。いや、知らんかったやろ。だから俺さ、あ、俺盗んでねえけどってさ、逆切れしてさ、寿司屋の息子の子にさ、罪なすりつけたんや。あいつ確かそいつのこと好きやったから盗んだんちゃん。確かさ、高校の時1年の時が一番マシじゃなかった？陰キャ度合い。何陰キャ度合いマシ。あ、確かに2年3年になるにつれて本物増えたよな、俺含めて。俺は筆頭にね。ガチで。もうそれ集めるよね、強いやつを。1年の時は割と分配されてたけど、まあ、2年の時は俺が全部集めたけん、まあ、それはそうなるよね。そっちのクラスやばかった。性格悪いやつが集まっとった。いや、お前やで。いや、マジでない。一番お前言えんで。1年の時に一番仲良かった女の子おったやん、お前が。あ、おったね。で、2年で仲悪になったやん、急に。それにつけたあだ名言ってみいや。あ、なんだったっけ。セックス依存症ね。それつけたやつがさ、性格悪い言えないからな。でも俺みんなと仲良かったよ。いや、嘘つくな。え、俺嫌われてた。実はね。マジか。だからみんな放課後遊び行ってんのに俺だけ呼ばれんかったのか。てかさ、帰宅 RTA みたいな。絶対一番だよ。記録狙えるレベルや。いや、マジで早かった。正直、一番取ってたと思う。そうやろ。だってもうおらんかったもんね。うん、だから俺放課後とか遊び行ったことないもん。みんなカラオケとか行ってたやん。一回も行ってない。え、何しよった？ゲームしよったの。あー。バカにすんのよくないでよ。かわいそう。かわいそうって一番傷つく。ガチかわいそうなやつじゃん。てかさ、高校の時にな、生きてたマジで。お前さ、息してた？お前さ、やばいって。息してた？本当にさ、3年の時とかさ、同じクラスだったのに、本当に机に伏せてるのしか見たことない。3年の時俺、確かに俺人と喋ってないかも。え、そうやろ？一生伏せとったくない？うちね、気づいたことあるんよ。何？まともやったら多分友達じゃない。どういうこと？君と。まともじゃないってこと？俺が。そう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 。いや、マジで、まともやったら多分友達じゃないわ。だいぶなんかひねくれとった。よしとなんか仲悪い。いや、それはいろんなこと重なり合ってよ。だってお前パズドラしてるだけでキモって言われることある。入学初日に、ボイパしてる女子にパズドラしてるだけでキモって言われることないだろ。えぐ、かわいそう。どんな高校生活なの？最悪のスタートやで。お先真っ暗やったわ。最後まで真っ暗やったわ。うわ、マジで死ぬ。何してんの？久々ゲームで怒られたね。ぶっちゃけ
さ、高校の時ってさ、恋愛が暇つぶしじゃないの？暇つぶしの割には彼氏と別れた日かな、クラスの後ろで号泣しながらなんかしてなかった？え、嘘、そんなんあった？発狂してたで。でもそれ含めなんかネタやん。何ネタって、今となればね。いや違う、そん時はね、多分ね、あれないよ、そういう自分がいいみたいな。振られた私可愛いやった。ガチキトイやん。そういうもんじゃないの？いや、わかんないです。いなかったんで。ああ、確かに。俺、逆に何して過ごしよったの？な、俺、リンチされてんだけど、3対1なんだけど。もうエイペックスやめよう。うわー、何しとんねん。逆にね、悩んねん、ゼロって。ゼロでも784ラダーポイントもらえるんだ。パチンコやってないやってない。だって、もうすぐ生まれるからね。え、子供生まれんの？6月24ぐらい。1週間早かったら俺と同じ誕生日やん。そう、マジでしんどい。それだけは避けたいと思いながら生きてる。1週間早く生まれてくれ。いや、ありえるから怖いよね。男の子？それで、そう、男。しかもさ、それでさ、もし死ぬとするやん、あ、生まれ変わりやん、これ今流行りの。死ぬとするやんって何？俺が俺がちょうどそこら辺で死んで、6月17日に生まれたら、もしかしたらこいつはあいつかもしれないと思いながら、お前は育てていかないがんわけ。そう、ガチしんどいやろ。名前は俺の名前にしとってね。弟にさ言ったんよ、ついに YouTuber デビューかって。小池って人も小学校3年ぐらいまで一緒やったよって。そしたら山田と太田と小賀優がおもろいってきた。ありがとう、分かってるやん弟くん。マジ高校の時ガチ無理しとったなって思うわ。お前根がクソ陰キャだもんな。そうなんよ。パッと見すごい陽キャなんだけど、仲良くなったら俺と同じ。俺と変わらん。俺と同じやってること。やってること俺と変わらん。いやマジでそうなんよね。でもさ、高校の時自分まともと思っとったんやけどさ、卒業してめっちゃ変わっとるって言われる。そらそう、一番おかしいやん。スマホを没収されて自分が悪いのにさ、授業中にスマホ触ってるかなんかで、それでそのまま家帰るやつおらんやろ。お前が返し来いよみたいな思っとった。一人でブチ切れてるやん、クラスで。こいつ病気なんじゃないかなって思ってたもん。やっぱしんどい、妊娠期間は。しんどくない。じゃあフェミニストとか言ってるの嘘なんや。そういう人もおるんやない。キーマウ？俺パッド。あ、そうなん？なんで？バカにしてる？キーマウ使えないからだよ。お、ケアパケじゃん。エルスターじゃん。エルスターガチ強いらしいよ。え、これどうやって取んの？何これ？中にあるんだけど、エルスターが。エルスターがありましたよってことや。あ、そういうことね。てか、パソコン部って何？は？パソコン部知らんの？うわ、ガッツ、あのさ、盗聴器覚えとる。え、覚えとる。あいつガチやばいやつ。すごいラブラブなカップルがいて、彼氏の方が喧嘩してる最中か知らんけど、胸ポケットに盗聴器仕込んで、それバレて、柔道場から飛び降りて自殺するとか言って、高さないのに自殺するとか言い出して、飛びすらせんかったね。で、なんでそんなされようとみたいな、女に聞いたら、いや盗聴器あるから言えないみたいな。はぁ、ガチみたいな。盗聴器ってまず何やねん。どこで仕入れんのよ盗聴器を。確かに、どこルートマジで。結構全員やばかったよ。まともな地味な子とかもいると思うやん。漏れなく何かしら持ってるんよ。誰一人おらんくない？誰一人おらん。例えばよ、誰だっけ、名前忘れたけどさ、吹奏楽部の、あ、そう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 、あれとかさ、すごい普通の女の子みたいな。あれがなんか AV のリンクを送るみたいな罰ゲームをしてて、それで普通の女の子に送るみたいな感じで送ったやん。え、何これみたいな反応になるかと思うやん。ごめん友達が送ったみたいな、そういうので完結するやん普通そういうのって。そのまま誘われたらしい。えぐ。それで側が引くっていう。なんでおかしいこと起きてるやん。おかしい、急に革命起きたって。そこであれをしゃぶってた。くんも修学旅行。そう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 、そのゲイエピソードしか知らんもん俺は。ゲイ多すぎや。え、確かに。別悪いことじゃないけど、なんであんなイケメンなのにゲイなんて話。環境が悪いわ。数学のテストの時にさ、電卓叩いてたからね。うんこ漏らしたやつおったよ、ね、なんそれ。それを一生いじられたよ。疲れたし終わりますか。俺が転生しないように祈っといて。しないように最善で気をつけてマジで。